18年前にイスラーム教徒に改宗した前野直樹さん。普段職場で礼拝している場所に案内してもらった。一応いつも私がお祈りしている階段の踊り場を、ありがとうございます、お話しさせていただくんですけど、先ほど何されてたんですか？さっきは礼拝、お祈りというものをしておりました。礼拝って何ですか？礼拝というのはですね、ムスリム、イスラーム教徒に課せられている義務の一つでして、1日に5回捧げるものとされております。ムスリムの方々は皆これをなさるんですか？そうですね。どんな意味があるんですか？その自分が何者かを日々確認することの一つといいますか、自分がどこから来てどこに行くのか、何のために生きているのかといったことを再確認する良い機会だと思っております。イスラーム教徒は豚や酒を口にしないが、家庭ではどのような食生活なんだろう。後日、前野さんのご自宅で夕食をご一緒させてもらった。今日の夕食のお肉はこれ、鶏の唐揚げだと思うんですけど、はい、これもハラールなものなんですね。そうですね、ハラールっていうのはどういう意味なんですか？ハラールっていうのはアラビア語で言うと許されたもの、ハラーム、禁じられたものっていうのは例えばどういうものがあるんですか？例えばその食べ物についてですか？そうですね、食べ物についてですと、よく知られているのが豚のお肉であったり、はい、あるいはお肉もその豚の肉は論外なんですけれども、それ以外の牛や鶏や、羊やラクダやといったものも神の御名を唱えられることなく、その後血を全部流されない、そういったイスラム式の屠殺法にのっとっていないものは基本的には許されないと、飲み物であればお酒。他に何かありますか？それぐらいじゃないですか。ですから日本にいると、私もかつてそうでしたけれども、やたらとそのハラーム、禁じられているものっていうものばかりがクローズアップされて、その印象が強く感じられて、かわいそうにと窮屈だなという思いが持たれがちですけど、何のことはない。ハラームっていうのはあくまでも本当に限られた数少ないものだけですから。市川市のモスクでは毎月イスラームの理解を深める勉強会が開かれている。前野さんは2年前からこのモスクで同志として講義も行っている。勉強会では経典クルアーンの解釈やムスリムのしきたりについても活発な議論が交わされている。勉強会後の前野さんに疑問をぶつけてみた。1日5回の礼拝ですとか、あるいはこう食べ物にハラールとハラームがあるというようなこう制限っていうのがたくさんあるように我々感じてしまうんですが、どうしてこう自分にそういった制限っていうのを課されるということを選ばれるんですか？それはですね、むしろ制限という捉え方自体がムスリムになった後の
私あるいは私たちには当てはまらない見方でして、確かに入信前は制限だと感じておりましたし、同じようにどうして自分で好き好んで自分に自分足かせをつけるようなことをするんだろうという疑問があったわけですけども、あくまでそれぞれの、まあ、ルールといいますか、規律について納得しての上でそれに乗っ取ろうとする話ですから、イスラムにはそもそも強制はございませんので、ですから全然そうした窮屈な思いというのは感じておりません。私にとって信じるとは単純に生きることと同義です。私は実は14の頃に出家を志したぐらい人間の生き死にに非常に思い悩んでです、その頃からずっと抱いていた気持ちというのが、その本物の教えであれば宗教であれば人間の生き方人生一切合切を左右するものなはずだと、1日24時間1週間なのか私たちの人生一切合切を左右するものという気持ちがありましたので、イスラムがそれだと知った時にはまさに目から鱗で、まさにこれこそ僕が探していたものだという感動を得たわけですけれども、そのムスリムとしての生き方自体が、信仰とその日常の生活を分けるものではないですから、それゆえに信じるイコール生きるだと申し上げた次第です。なるほど。アラーハクバル、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 アシハドアラーイラーハイラーアラأشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله